ピアジェ代表のコマンドボルシュイです、ただいまより2024年4月7日イクノクミセンターで行われる初代 KSR 王者決定トーナメントの抽選会を行います。この KSR 王者は、KSR さんが主催する関西での大会でのみ行われる、ベルトとなっています。このトーナメントに参加するメンバーは、大空千恵、あかり、谷桃、クレア、そして2ポイント5からフライングペンギン選手、スーパーダブル選手、ブランカ真帆選手、そして高瀬美幸選手が参戦します。早速トーナメントの、抽選のやり方を説明します。まず公平を期すために、この番号札をこちらは順に引いていって、抽選をする順番を決めます。その後、本戦の抽選に入っていきたいと思います。では私どうぞ。高瀬美幸選手の代は、レオ、そして、今日不在の2ポイント5のフライングペンギン選手、スーパーダブル選手、ブランカ真帆選手の抽選は私が代理でさせていただきます。はい、どうぞ。7番です。高瀬美幸選手。
次の7番。はい、2番です。はい、じゃあ、どうぞ。はい、2番です。はい。ということで、大空知事、3番。はい、以上抽選の結果、このように組み合わせが決定しました。4月7日育野区民センター、初代 KSR 王者が決定します。皆さんぜひ楽しみにしていてください。以上で抽選会を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。では、トーナメントの組み合わせが決まりました。はい、1回戦ブランカ真帆選手、はい、この対戦です。いかがですか。本当にこのメンバーだったので誰となるか予想が本当つかなかったんですけど、なんかピアジェの選手と戦うっていうのも大阪でっていうのもいいなと思ったんですけど、やっぱりどうせならツーポイントファイルさんの人の初戦やれたらなと思ったので、うん、そのね、一つのちょっと願望じゃないですけど、それが叶ったのが嬉しいなっていうのが率直な感想です。はい、この KSR 王者にかける意気込み。はい、本当近年ピュアジェが KSR さんと一緒に興行できるようになってきて、また一つこういう KSR 認定の王者っていうのを考えて、また大阪のプロレスの活性化にもつながるし、こう今ピュアジェではね若い選手しか出てないですけど、こういう形でまた新しい選手層っていうのが熱くなっていくっていうのはもうお互い相乗効果になっていると思うので、めちゃくちゃ欲しいですね。やっぱりギラギラしてますし。はい、頑張ってください。頑張ります。はい、トーナメントのニュースが決定しました。はい、スーパー W 選手と当たるということで、まあ、未知の選手もう初対戦なので、ここはガンガン攻めて、はい、まずは一勝していきたいと思います。はい、このベルトにかける意気込み。関西のみで防衛戦ができるベルトですので、関西をやっぱり盛り上げていきたいですし、こう東京だけではなく関西でもこうピアジェを盛り上げていけるように、自分が優勝してベルトを巻いてガンガン宣伝していきたいと思ってます。はい、頑張ってください。はい、頑張ります。はい、はい、トーナメントの組み合わせが決まりました。はい、フライングペイン選手、最初、私、最初に分かんない何かをさ、知って、何やったのだろう、でも私、絶対勝ちます。うん、頑張ってください。この KSR、意味分かりますか？はい。関西サバイバルレボリューション。あ、すごい。そう。かっこいい。はい。はい、本当に嬉しい、このチャンス、イベントある。うん、あと、私前、ビュアリーの試合やったそのベルト見たらすごい綺麗で、めっちゃ、うん、かっこいい。そうそうそう、めっちゃキラキラ、本当にそのベルト欲しい。絶対、最後までこんなベルトも勝ちますので、そのベルト、はい、頑張ります。はい、頑張ってください。ありがとうございます。はい、はい、トーナメントの組み合わせが決まりました。はい、どうですか。初戦でみゆきさんと当たると思ってなかったので、うん、はい、ちょっとびっくりしました。今タックのベルトの防衛戦をみゆきさんと行うことも決まってますので、ちょっとここは負けられないなっていう気持ちです。タック王者としても。はい、はい、この KSR のベルトのかける意気込み、意気込みは、まあ、その関西でプロレスをもっと盛り上げていきたいっていうことでできたベルトと聞いているんですけども、うん、やっぱりピアジェの選手の中では今私が唯一関西人っていうのもありますし、このやっぱりはんなり京娘というキャッチコピーで6年ぐらい今活動してきてるので、やっぱりピアジェ唯一の関西人の選手としては初代チャンピオンになんとかなりたいなっていう気持ちです。はい、はい、もう私しかいない。はい、そうですね。はい、はい、わかりました。頑張ってください。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。